い、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ドワンゴの清水です。ドワンゴの岩木です。今回のシーグラフはどんなことをされたんでしょう。コーネルボックスというラジオシティ4とか照明とかの時によく出てくるものを等身大で作って、まあ、その中に人が入ってユニティちゃんと記念写真を撮れるというのを、まあ、なるほど。企業展示の中で、CG 野郎だったらみんな知ってるはずのあの箱名前を知らないあの箱みたいな。名前を知らないあの箱コーネルボックスって言うんですね。コーネルボックスさん、緑とか赤とかのねバウンス光が大事なんですよね。カラーブリーディング、はい、はい、ということですね。やってみてどうでした。この人がやったんです、誰が考えたんですか、あれやろうっていう。いや、コーネルボックスって言い出したのは清水さんで。なるほど。あれがあればウケるだろうが俺なんだけど。で、コーネルボックスで最初はスタジオに作って、そこで生放送とかニコ生とかやってりゃいいだろうと思ったら、なんか違うっていう。いや、もっと面白くできるって言って、写真撮影のブースを作る。ユニティちゃん召喚しようと、はいはい。で、まあ、想定、まあまあ、他にも、ね、似たようなことやってきたので想定する来場者数みたいなのがあったんですけど、まあ、その3倍ぐらい3倍来てる。なんかプリンターの紙買いが走ってましたね。絶対だってさ、普段のイベントの方が来場者数総数は絶対ここの10倍ぐらいあるでしょ。そうそうそう、なんだけど、ね、10分の1なんだけど、10分の1なんだけど3倍のスピードぐらい来た。刺さってよかった。よかったですね。刺さりまくりだった、まあ、で皆さんなんか喜んでるみたいな、はい。ユニティちゃん召喚してユニティも共同でっていうことになったんですか。あれはね、ドワンゴがね、CG の世界にドワンゴってピンとこないじゃないですか、あんまり。まあ、新しい。うん、だから、新参者なんで、とりあえず権威にすがろうと思ってます。ぶっちゃけましたね。ユニティさんのこう、ブランドをお借りして、一緒にやったらいいんじゃないのっていう話を、まあ、大前さんにして。これ僕は後で大前さんに消されたりしないですね。まあ、そんな人たちじゃないですね。はい、よろしくお願いします。すればいいよって。はい。まあ、面白いからいいよっていうコミュニティがね、日本の CG 業界にも育ちつつあるっていうことで、そうっすね、いいと思います。それでじゃあいつ頃思いついたの。でも出店決まったのって結構最近ですよね。7月、8月ぐらい、うん、7月末ぐらいにもうやろうって言ってて、一回8月の向こうのシーグラフ一緒に行って、シーグラフのエキシビションってこんなもんだよっていうのを岩木さんに共有して、あとは岩木さんが暴走。あ、じゃあなんか一緒に僕はもう予算だけ取って、メキシカン試した頃に、そうあ、これで行こうみたいな。そうだからもうあとはもう予算もここまでやるから、あと好きにやってって言ったら、適当に。でもガチな CG トークすると、ET ちゃんちゃんとリフレクションもしてたし、ちょっとどの辺頑張ったんですか。最初はだからその、まあ、リアルタイムに、まあ、IBL しようって言って、イメージベーストライティング、そうで、ちゃんとあの部屋の中に IBL の取得用のカメラを置いて、でそこがグラフ PC にちゃんとつながっていて、で照明をこう照明操作すると、自動的に、なるほど、多分照明暗くするとユニティちゃんも暗くなるみたいな仕掛けを入れたってことです。つまり僕が NHK 技研で2003、4年ぐらいこうやったんですけど、まあ、最近でもやってた技研のデモみたいなやつを俺もやるぜみたいな。研究所じゃないからさ、やんなくていいのよ、そんなこと。ただやりたいからやってた。まあ、ピンポン玉の技術も入ってる。まあ、ピンポン玉ではなくて、逆にカメラを置いて、ですね、リアルタイムのカメラで やってたんですけど、うん、まあ、それはまあ前からライブでやっていて、うん、まあ、せっかくあるんだから、まあ、シーグラフだしやろうか、この力を。まあ、まず回し始めてみたら、そんなね、もう照明をいじる暇なんて全くない。あ、もうプリクラ化してた。そう、もうそう、そんな、あれを暗くしたりしてたら怒られるみたいな。そう、そんな余裕なんか全くない。待ってる人たちが。あとはその奥にみんな行きたがって、で奥に行くとそこにこう床にその IBL 用のカメラがあって、なるほど、それみんな蹴飛ばすんですよ、うん、もう存在感が。これはまああんまり意味がないねっていう途中からやめて、で、あとはもう、あとね、ちょっとね、そのコーネルボックスもともと中暗いんで、そのまあ、暗いから意味があるんだよね。そう、暗いからですよ。環境光でそのバウンスの光でこうぼやっとなる箱じゃないですか。つまりイコールその中に人が入ると人の顔には光が当たらない。なるほど。それが正しいレンダリング。正しいんだけど。そしたらなんかユニティちゃんの顔が暗いのはちょっとかわいそうみたいな話になり、なるほど、まあ、まあその辺のこう色味とかを調整してるうちになんか、のかなっていう感じになったんですけど、だからでもね、今回すごい思ったのは、やっぱ CG がいろんな人が来てるから、ガチの CG の研究者が来ると顔が暗いのが正しいって、そう、正しいぞこれはって言うんだけど、アーティスト系の人が来るとなんで顔に黄色いとかないのか、カラリストとか現れてね、そうそうそう、アンビエントなんか強くしないのみたいなね、うんうんうん、いや他にもね、かなりいろいろと突っ込まれて、まあ、シグラフ怖いところだなって思いながらも、いやでも本当に E-TECとかで展示してると、はい、展示してる最中にいろいろアップデートが入って、はい、なんか次の年のネタだよねこれみたいなことになることもあるんですね、はい、
え、そうするとじゃあ、え、でも、え、シーグラフ行って展示すると何ができなくなるか、はい、あ、そうそう、あの、いやだからそのね、テクニカルペーパーとか見たかったんだけど、あ、そうね、その暇がなくて、そうね、それはね、ちょっと悲しかった、ずっとブースにいました、そうそう、カンファレンスパス意味なかった、そうなんですよ、フルカンファレンスとか撮ってるのに、あの、毎年展示してる人たちはだんだん CG 業界の常識から置いてかれるっていう変なパラドックスが、まあ、なんとかしたいなと思いましたね、なるほど、でも、あのお姉さんたちはどこから来たんですか、あのお姉さんたち、あ、それもぶっちゃける必要がある。いやいやいや。あの、ね、最初はやっぱりなんか普通にコンパニオンを呼ぶって話になってたんで。なるほど。で、正直僕もコンパニオン好きだし、衣装作るとか楽しそうだなと思ったんだけど。オーディションをして。そう、楽しそうだなと思ったんだけど、うん、いや待てよと。こんな学会でコンパニオン呼んだら浮くだろうと、どう考えても。学会だから、来るの先生と学生でしょ。そんな人になんかさ、レースクイーンみたいなポンと待ってても、ちょっと。まあ、C-TECまでですよね、そこ。そう、あのね、やっぱね、やっぱアマゾンぶっちゃけちょっと浮いてたからね、コンパニオン。アマゾンだけが切れどころを制服着させて。あれだから多分やっぱね、担当者が空気を読んでなかったから、担当者が自分の欲望に負けたかどっちかだと思うんだけど、そこで僕が思ったのは、あの、ちゃんとコミュニケーション取れることの方が多分大事だから。なるほど。あの、コンピューター、計算機学の学生にしようと。だからあれ奈良女子大 の, あの計算機学科の学生たちを先生に頼んで、なるほど、派遣してプライベートボランティア、そうです、ありがとうございます。じゃあ、どうでしょう、これをステップにまた新しい仕事になりそうですか。いや仕事にはなんないよね仕事には、仕事は目的じゃない。なるほど、はい、やっぱこれからやっぱコンピュータグラフィックス業界にドワンゴとして貢献していくという、それが我々のミッションですから。なるほど、まあ、私は皆さんに楽しんでいただけたらそうそうそう楽しいやつらもいるよと。いや、すごい、そういうみたいな大きな貢献だと思います。次はもうアナハイムで。アナハイムで、ミッキーさんに、ミッキーさんに何する気ですか。アナハイムでやっぱやりたいですよね。コーネルボックスはアナハイム持ってくんですか。持ってくっていうか作る。現地で塗るみたいな。もっとでかいの作る。アメリカサイズ、インチサイズでね。そう、インチサイズ。確かに僕でも最初に展示持ってった時にあのスリッパースタイルインターフェースだったんですけど、アメリカ作る時に150キロまで耐えられるあ人が踏んでも大丈夫、まあちょっとやるかどうか分かんないけど、まあ、やりたい、はい、お疲れ様でした。マカオでも、はい、マカオでもお疲れ様でした。ありがとうございます。